夕暮れ時にとある公園内の歩道で撮られた一枚です。なんとなく霊が出やすい雰囲気のように感じますが、ここに大人が二人、向こうから歩いてくる姿が見て取れますね。しかし、左の男性の様子が少し奇妙に感じませんか？見にくいので拡大してみると、そこに映っている人は、上半身は影っぽく、下半身は消えてしまっています。右の人は歩道のギリギリを歩いていて、左の人は歩道を完全に逸脱し、思いっきり草のところを歩いています。この時、右の人はこんなにそばで幽霊が歩いていることは全く気づいていなかったようです。たまたまこの辺りをさまよっていた幽霊が現れたのでしょう。その後、この男性に何事も起きなかったことを祈ります。投稿者が高校時代に同級生とお祭りに行った時の写真です。背景に映っているオレンジ色の物体は祭りの出しで心霊現象ではありませんよ。問題の箇所は画面左。こちらをよく見てください。恨めしそうにこちらを見つめる霊が現れています。投稿者曰く、当時同級生たちとよくいじめていた生徒によく似ているとのこと。いじめすぎたせいか、その生徒は随分前に転校していったそうです。となると彼の恨みの念が強すぎて、時を超えて写真に映り込んでしまったのではないでしょうか。この写真のせいかどうかは定かではありませんが、投稿者は高校を卒業してからずっと就職できず無職だったということです。因果応報、いじめた罰が当たったようです。この写真はおそらく20世紀初頭のものと思われます。画面左側、藁葺き屋根の下に旧日本兵と思われる兵士の姿が映っていました。海外で戦死した兵士は故郷に帰りたくって、はるばる海を渡って無言の帰国を果たしたのかもしれないですね。お国のために戦い、お亡くなりになった多くの御霊に哀悼の意を表します。投稿者がおじいさんが眠るお墓に訪れた際、親子で写した一枚です。後ろに写る男性にご注目ください。ここには不思議な手が写り込んでいました。男性の背後に誰かが隠れていたのではという声もあるそうなのですが、この現れた手の角度からそれには無理があるように思えます。投稿者曰く、墓石前ということもあって、おじいさんの霊の手が映ったのではとのことでした。そしてそのお参りを終えた帰り際にふと、ありがとうとおじいさんの声が聞こえたと言います。きっとそこにはおじいさんの御霊が感謝を伝えに現れたように感じる写真でした。この写真は仲良し二人組を写したものです。こちら画面右の公園に隣接するプレハブの窓に注目してください。不気味な女性がこちらを見つめているのがお分かりでしょうか。投稿者の調査したところによると、このプレハブが建つ前はここに建物が建っていて、その建物が焼失した直後に建てられたといいます。その際、逃げ遅れた女性がいたといいます。ここに現れた女性は、その犠牲になられた女性の霊と思われます。投稿者らの幸せそうな姿を見て、恨めしそうな表情を向けていることから、やがてそれは悪霊に変わるかもしれません。そうなる前に早く処分をすることをお勧めする写真でした。
次は突然ですが、とても印象深い怖い話をネット上で見つけましたので朗読させていただきます。またこの後いつものように心霊写真に戻りますので、よろしければ最後までお付き合いください。それでは一太郎の朗読コーナーを始めます。看護師のおばから聞いた話。おばがまだ看護師になって間もない頃、一番辛かったのが夜勤という。夜中に定時に見回りをしたり、容体の急変した患者さんへの対応をしたり、結構やることは多いらしい。体がまだ慣れていないので眠くなるし、夜の病院はまだ新人ナースのおばには少し気味が悪い。いつものように病室を一つ一つ見て回っていると、3階の病室に差し掛かった時、一人の患者さんが上半身を起こしてぼーっと窓を眺めているのに気がついた。80過ぎのおじいさんの患者さんだ。おばが声をかけると、おじいさんは、今日は野崎さんが夜回りじゃないのかとニコニコ笑いながら話した。おばはまたかと思いつつ、おじいさんをベッドに寝かせた。今年この病棟に勤め始めてから、野崎さんというナースの名前をたまに患者さんの口から聞くのだ。共通しているのはとにかく評判がいい。患者さんに、あんたより野崎さんの方がいいなんて言われカチンときたこともあるほどだった。ただ釈然としないのが、少なくともおばの記憶では野崎という名字の先輩はいなかったことだ。とはいえ未だ新人だったおばは、まだ会ったこともない先輩もいたため気にも留めなかった。ナースステーションに戻ったおばは、世間話ついでに何気なく野崎さんのことを先輩に聞いてみた。すると先輩ナースは書類を整理しながら面倒くさそうに返した。ああ野崎さんね、この前ここに勤めていたんだけど、去年亡くなったのよ。G丸、いろいろあったみたい。おばは心底ゾッとした。何かの間違いであってほしいと、さっきおじいさんとの会話のことを話してみたが、よくあることだから。先輩ナースは表情も変えず、そっけなく答えた。それからもおじいさんだけでなく、若い男性の患者さんや子供の患者さんの口からも野崎さんの名前を時折耳にすることがあった。最初は患者さんから野崎さんの名前を聞くだけで気味が悪くて仕方なく、仕事を辞めることも考えたほどだったという。しかし慣れとは恐ろしいもの、だんだんと仕事に馴染むにつれ、怖がりだったおばでも、ちょっとぐらいの心霊じみた出来事ぐらいでは何も感じなくなってきた。たまに野崎さんの話を患者さんから聞いても、ああまたか、といった具合に聞き流す余裕も生まれてきたそうだ。それになぜか、野崎さんは患者さんからすごく好かれている。たとえお化けでも先輩ナースだし、見守ってくれているのかもしれない、なんて今では前向きに考えることにしたらしい。ここまで話を聞いて、幽霊も悪いものばかりじゃないのかもな、なんて考えていた私に、おばはおかしそうに笑って言葉を続けた。ただね、野崎さんに会った患者さんってみんな 2,3 日の間に亡くなっちゃうのよね。昔先輩から聞いた話です。先輩は幼い頃母親を亡くしており、父子家庭で育ったそうです。そんな辛い中でも友達ができ、特に仲良くなった子がいたそうです。以下 K 君と言います。 K 君は先輩と同じ父子家庭の子でしたが、その父親が腸がつくほどのクズ、定職につかず叫びたりで暴力を振るうような人物だったそうです。そんな K 君との帰り道、捨て猫を見つけた二人、家で飼えないかお父さんに聞いてみると、 K 君は箱に入った猫を抱え自宅へ。ですが父親の返答はノー。その上、こんなもんを拾ってきやがって、誰が金出すと思ってんだと大激怒。そして捨ててこないと家には入れんと二人を外に追い出しました。どうしようと途方に暮れていると、もう一回お父さんに頼んでみると K 君は言い、その日はそのまま別れました。その翌日、 K 君は学校に来ていませんでした。担任が父親に連絡するも、あんなやつ知らんと一蹴。放課後、担任が K 君宅へ行き事情を聞くと、猫を捨てきれずに家に戻ってきた K 君にブチ切れて、猫を近くの川に投げ捨て
そして猫を助けに川に入って行ったっきり家に帰ってこなかったと父親は話しており、あいつが悪い、俺は関係ないと終始わめいていたそうです。それからすぐに警察に通報し、捜索が始まり、 K 君は冷たい川の底から見つかりました。 K 君の葬式中、父親は俺は関係ない、悪くないとずっと繰り返しており、近所の人やクラスメートの親たち、学校の職員たちに責め立てられても、あいつが勝手に死んだだけだ、迷惑をかぶっているのは俺なんだとわめくばかり。結局式が終わり、お骨にしてもらっている時も息子のために涙を流すことは一度もなかったとのこと。 K 君の葬式からしばらくが経ち、先輩が一人学校から帰り道を歩いていると、どこからか猫の鳴き声が聞こえ、周囲を探すと黒い子猫が鳴いていました。人懐っこいのか、足元に頭をすりつけて喉を鳴らしています。しばらく猫を撫でながら、どこから来たんとか話しかけていると、自分でもよくわからないけれど、その子猫から K 君の気配のようなものを感じたそうです。そして、お前もしかして K かと尋ねると、子猫はどこかへと歩き出し、先輩も急いで後を追うと異変に気づいたそうです。夕日に照らされた伸びた影は子猫の形ではなく、人の形をして立っていて、その影は間違いなく K 君のものだったと先輩は語っていました。この出来事から数日後、 K 君の父親はノイローゼになったのか、酒瓶と包丁を振り回しながら、そこに猫がいる、そこに猫がいる、俺を殺しに来やがったと反響欄で暴れ出し、警察に連行されることがあったとのこと。その後しばらくして自宅で首吊り G 丸を測ったそうです。その死に様はひどいもので、目を見開き、何かを叫んだのか大きく口を開け、舌が根元まで飛び出しており、首に巻いたロープを外そうとしたのか、喉元に無数の引っかき傷があったと近所の方から聞いたそうです。この話を語り終えた先輩は、今でも後悔している。悔やんでも悔やみきれないと言っており、あいつをGマルに追い込んだのって猫の恨みなのか、それとも幽霊になった K が父親を強録したのかな、と小さくつぶやいていました。一太郎の朗読コーナーでした。それでは後半、心霊写真に戻ります。昭和56年、投稿者が父親の葬儀の時に撮ったものです。棺から霊的な光が発せられています。しかも星形の光がはっきりと映っていますね。霊能者によると、この霊光が亡くなった父親の霊であることは間違いないとのこと。亡き父の生前やり残したことへの後悔の念が現れたと語っています。これも古い昭和初期のモノクロ写真です。一見、目線の入った女性が全体が霞んで写っていて、霊のように見えるのですが、これは生きている生身のお人です。となると、その横のオールバックの男性が幽霊でした。この男性の霊、ネクタイまで鮮明に写っている大変珍しい写真です。この写り方からして、相当強い想念がにじみ出ています。手前の女性に関係がある霊体のようです。詳細はわかりませんが、よっぽど伝えたいことがあったのでしょうね。1997年、投稿者の父親が勲章を授与されたお祝いの席で撮影されたものです。この写真には、不気味にそこにあるはずのない手が写っていました。お祝いの席に現れたこの手には、強い恨みと妬みを感じます。その思いは、奥に座る父と手前の叔父に向けられているようで、
それ以来、おじは入退院を繰り返していると言います。投稿者が家族の集合写真を写したものです。そしてやはりこの写真にも霊は写り込んでいました。画面左の出窓の部分をよく見てください。そこにはおばあさんのような霊の顔が写り込んでいるのがお分かりいただけるでしょうか。投稿者によるとその顔は祖母の家の写真と似ていると言います。もしかするとこの霊、家族が集合したからそれにつられて現れたのではないでしょうか。それでは本日最後に、前回の動画で視聴者 N さんより直接ご投稿いただきましたペットショップでのお写真、これを分かりやすいように N さんより赤丸をつけていただきましたので共有させていただきます。確かに複数の霊体が写っているようですね。今夜はここまでです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。もしこの動画が良かったと思われましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。